皆さんこんばんは。渋谷系演歌歌手一ノ瀬翔太です。そうですね、今のこのご時世、どんよりした空気に包まれて、自粛というモードになってるんですけれども、と今日ご紹介するのはですね、なんかちょっとジャパネット高田社長風じゃない喋り方なんかリアクションしてほしいんですけどあのスタッフが言いますみたいな感じでやばいよね、一人でなんとかってシーンみたいななんか、まあ、こういう感じなんですけれども、今日ちょっとマスクが布で作れるっていうことで、マスク品切れ対策やっていこうかなっていうふうに思います。で、今日ちょっと100円ショップで思いっきり100円ショップこの 100均でさっき買い物してきたんで、そこからちょっとマスクの作り方ネットでちょっと見たんですけど、本当に簡単で経費200、220円、うん、110円かける2、もうこのタオルとヘアゴムだけでいいんで、今日ちょっとね、おしゃれなマスク、僕結構迷彩柄とか好きなんで、その柄のマスクをちょっと作ってみたいと思います。まず準備するものがこちら、チャラリラリラーン、バンダナ用意しました。はい、ちょっともう勝手に一人で BGM やっとこうかな。タラッタタラッタタタタタはい、そんなちょっと、はい、謎なテンションでやっていきます。まずこのバンダナを折ります。はい、長方形になるように折って、もう一回折ります。で、さらにもう一回半分に折る。こんな感じ。これ何折り？四つ折りって言うんかな、これで。はい、まあ、この状態で、じゃじゃん登場するのがヘアゴムなんですけど、ここに通します。桜さんすいません、なんかちょっといいねとかガンガン僕求めたら言ってくださいねよくないとか言っていいねみたいな感じで、やらせお願いします自分でやらせとか言っちゃった。まあそんな感じなんですけど、まあこうやって通しましたね。通った OK。 ここにこうやるの、ここに通して、あ、違う、抜けたわ違うやん、あ、じゃあ折るんや、折ってや、こう普通に簡単やった、もっとシンプルやったんやけど、大きさをマスクみたいにちょっと調整して、僕なんかちょっと口でかいんで、そのちょっと口大きくないとね、こんなちょっと 2,3 分でできますみたいな動画にしようと思ったけど、やばいね、これめっちゃ時間かかってない今。あれ、なんでうまくいかんの、おかしいな、ちょっと待って OK？ うん、ちょっとね、俺今気づいてんけどさ、なんやろ、こうさ、この状態でこう輪ゴムじゃない、ヘアゴム通してさ、こう折りたたみますやってんけど、で、ここをなんかネットで見た感じやと、ここにさ入れ込む感じにするって言ったやん、やけどなんかそれでいざやろうと思ったらパンって崩れる感じやから、これって多分入れ込んでもう使う直前に調節してて、コンパクトにしてこんな感じで、もう使う時しか難しいと思う。多分こうして、ちょっと待ってね、あ、ヘアゴムやからかかりにくい、ちょっと待って、ね、めっちゃ失敗するで、ここでさ、ちょっとここで笑いを起こしてかったんやけど、見てないし、ちょっと待って見てないし、ネットでやってたみたいにちょっとうまくいかへんねんけど、なんでやろ、難しい、これヘアゴムがあかんのかな、難しい、どうすんねんこれ、むずい、これつかない、耳があかんかな、耳ちっちゃいもんな、ちょっと俺耳ちっちゃいからさ、外れる、絶対外れる、なんで、はい、ちょっとね今気づいたんですけど、やっぱゴムってさ、こう伸びる力も縮もうとする力も絶対加わるわけじゃないですか。だから普通の紐やったらいいけど、この紙ゴムやとやっぱ難しいから、ちょっと考えますちょっと失敗例としてもこれちょっと残しとこうかな、じゃあ
うん、難しい、うん、はい、ということでちょっとさっき失敗というかやっぱゴムが難しいんで、この伸び縮みするの伸び縮みする力があるんで難しいなっていうことで、ゴムを切ればいいということでちょっと考えたんで、はい、一ノ瀬翔太ワクワクさんモードになって工作やっていきます。ワクワクさんってでもみんな知ってるかな、なんかあれやんな、俺らが小学生ぐらいの時にやってたやつやねんけど、今やってるかわからんけど、ちょっとその、 あの工作する NHK の番組があったんです。なんでちょっとこのゴムを一回切ります。じゃじゃーんと切っていって、そしたらさっきねこう引っ張りすぎて切れたゴムがあるから、なんかキューピー3分クッキングみたいな、こうあらかじめ切ったものがこれですみたいな、3分経ったものがこれですみたいな、まあこの切れたゴム2個で、これやったら紐として強いからこれを結んで、うん、そうだな、どれぐらいでも大きささ整えなあかんよ、まあ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 、でも多分これやとうまくいく気がするからちょっとやってみます。なんか BGM 欲しいな、 BGM どうしようかな、俺が歌うか、波のしぶきか、これ違う、これは違う、タンタンタカタカタンタンタカタカタンタン、なんかちょっと遊園地モードみたいな、ちょっとなんかこうさ結んでたら夢中になるから歌う余裕とかなくなるからさ、なんか BGM 藤井フミヤさん、藤井フミヤさん、藤井フミヤさんがお越しいただいてます、はいどうぞBGM 藤井フミヤさんがいらっしゃいます。振り返るといつも君が笑ってくれた、風のようにそう似てるよ、何でもできるんですよ、はるよ笑っとるやん時はるよ、なんかひばりさんっぽいね、ちょっとひばりさん行くじゃん、結構ね無茶ぶりしていい、あれからAI の、ね、どうしてましたかお元気ですか井上陽水じゃありません美空ひばりです、なんで陽水さんね、落書きの教科書と外ばかり見てる、あ、なんか俺結んだけど逆に意味ないことになって、なんかさ結んでんのになんで1個分の大きさになったら意味ないやんっていうことやんね、結び方が まずいと思う、結び方はですね、結び方普通に結びまし、結んで開いて手を振ってまた明日、普通に結ぶよいしょ、お、うまい、すごいな、ありがとうございます、ありがとう、あーいい感じ、これでだいぶ多分違うと思う、え、ここも切っちゃってもいいかな、このさとりあえずやってみる、あ、そっか、やってみないとあれやね、あ、そっか、2つないの、そうだよね、2つやってみないとあれではあるんだけど、あ、でもだいぶ違うと思う、いけそうでしょ、絶対いける、これこれ絶対いけるわ、いや、ちょっとね、知恵が出る人は違うね、やっぱ自分でさ、考えてたら絶対こんなアイディア出なんかな、やっぱ、いいね、こういう、はい、できました、マスクゴムを調整してなんとか、ちょっとね、あの、これ迷彩でかっこいいでしょ、いいことあるんです、迷彩に、バックも迷彩、迷彩、迷彩で合わせてみましたが、どうでしょうか、先ほど動画で作ったマスクの色違いバージョンを作ってみました、このご時世極力外には出歩きたくないんですけれども、まだまだ政府の保障がないということで、仕方なく仕事に行かなきゃいけない方たくさんいらっしゃると思います、そんな方々は、こうして手作りマスクなんかで、マスクの品切れ対策をしていただいて、どうか皆様ご安全に、僕もそして完全防備して、今から仕事に行ってまいります。